ジャパン長野県の伝道師中山こまです。雨降ってないよこっち。みんなのとこどう？やっほー、ダブダブおつこまありがとう。うん、やっほーってありがとう。将軍ありがとう。そう、こまでありがとうございます。今ね、私ね、長野県の須坂市にある我流公園っていうところに来てますよ。弁天橋渡っちゃおう。すごいボート見える？ボートありがとう。みんな来てくれて散歩中。ダイさんおつこはありがとう。岩ちゃんチャリできた、ありがとう。こんにちは、ありがとう。前のさ、あの春のさ、あのガチイベの時さ、来たの覚えてます？島田秀平さんのイベントのガチイベの時に、あのここ朝にお散歩配信って言ってね、あのね、来たことがあるんだけどね、また来ちゃいました。これちょっとナムナムしてくか。ナムナム、よいしょ。ありがとうございます。今ね、よいしょ、我流公園に来てる。というわけで、ちょっとお賽銭入れておくか。すごいことになってるのこれ。ちょっと盗まれないようにすごい鎖巻かれてんじゃん。では10円で。達也丸どうした？コマさんだよ。ダイさん癒されるなって、ありがとう。カナちゃんありがとう。ハートだよ、ハート。よし、よし。台風がそんなに被害が出ませんようにと。ありがとう、内藤さんチャリできた。癒される？ちょ、怖い、転んじゃいそう。黒おでん食べたい。黒おでん食べたい。カモ出待ちしよう。カモの出待ちしよう。こっち向いて、キャーカモよ、こっち向いて。レスちょうだい、レスちょうだい。カモレスください。ダメだったね。ダメだった。あ、コイはね、レスくれたよ。コイのレスありがとう。ワクチンはで、あったゆえに、あ、そっかそっか、しゃあないな。ワクチンね、打ってないとね、9日1日店長ダメになったからね。ねえ、しょうがない。カモの塩対応見れたね、みんな。あ、すごい、濃いの砂糖対応あるよ。濃いの甘々対応、こっちよ。濃い、これ鯉じゃなくね？ナマズおるで。これナマズじゃね？鯉と、あ、鯉がタバコ食べちゃう？ダメダメ。誰タバコ捨てたの？ダメダメだよ。もうこれナマズだよね。これナマズ混ざってない？なんか言ってる。あ、カメ！カメ！
いっぱいいっぱい集まってきた。カメ、カメおいで、カメ、カメおいで、こっちだよカメ、あ、カメ、カメこっちだ、頑張れカメ、カメこっちだぞ、頑張れ、あ、そう、カメおいで、カメ頑張れ、ここだよ。え、連れて帰る、嘘。ありがとう、みんな。ちょっとカメを見ながらね。あ、カメどっか行っちゃった、餌ねえのかよっていう顔された。焼き芋こんばんじゃ、ありがとう。運転中だからボギーさん、オッケー、カウントありがとう。え、カモ、カメ、え、なんかいっぱい集まってきた。え、カメバイバイ。めっちゃいい子だったね、あのカメ。レスくれたね、レスくれたカメだった。なんかさ、ナマズが混ざってるの多分ね、鯉とナマズとカメと。なんか人がこうやって、なんだろう、水辺に行くと餌がもらえるかと思ってこう寄ってくるよね、きっと。あ、カメ、カメ、カメここだぞ、私はここだぞ、カメ、カメ、カメ推しが、カメ、カメ、カメ大丈夫か、カメ、カメ、ジャンパン元気を出していこう、もっともっともっと、あれすごいいっぱいレス回ってる私。ごめん何も出ない、ごめんね、餌あげちゃいけないから何も出ない。カメは、あ、カメ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 大丈夫か、カメ、カメは噛まれるやつや、カメ、カメバイバイ。いやー、カメ生まれ変わったら私のオタクになってくれるよ、かわいいね。いや、カメ買おうかな。オタクに似とるの。カメ餌あげられないからしゃあない、微生物食べてもろて。カメの最善キープだよ本当に。いやー、カメーと、あ、すごいすごい、追いかけてきたよ、みんな、みんなここでやったって。オタクみたい、オタク、オタク、オタク見て、すごい、こっち来た、すごい。ここだよー、こまえちゃん、ここだよー、こまえちゃん、ここだよー。面白い、オタク、オタクみたい。かわいいな、カメ買おうかな。カメやば、コメ超。そしてコメント戻りますよ皆さん。ね、カモの塩対応ちょっと悲しかったけど、カメの、カメのね、甘々対応はね素晴らしかった。動物園、動物園、ハッチがいるところ、がいるところ、もう死んじゃったけど、ハッチっていうカンガルーがめちゃくちゃ有名だったところ。クールだね、カマさんの晴れ女パワーが長野県届いてライブと特典会に雨降らなかった、よかった。よかった、それは。よいしょ、いいね、平和だね。
ありがとう。マスターおつこま。割とガチで運んでます。ありがとうガチ。タマスコマズありがとう。うなぎじゃない。なんかね、ナマズみたいなやつ。むーちゃんチャリできた。ありがとう。ね、あの亀生まれ変わったらいいお宅になりそう。ほんとそれ。ね、亀かわいいね。むーちゃんハートありがとう。キュンです。ちょっとこれで我流公園をぐるっと一周しておでんを食べたいと思います。お待ちかね。むーちゃんハートありがとう。起きた？翔太くん、おはよう。ありがとう。あら、ワクチン打ててないのねって。打ててないのね。あ、そっか。そうそう。あの、さ、10月9日の、あの、一日店長なんですけど、ワクチンの証明書が必要になってしまって、そうそう。来る方はね、ワクチンの証明書をご提示。まあ、あの、写しというか、写メでも OK だから。よろしくお願いします。テレビでめっちゃ殴ってたあのカンガルーさん、そうそう、あの嵐の相葉くんがお世話しててくれたやつ、志村動物園の時のやつね。そう、ハッチ、嵐の相葉くんが仲良くなれなかったカンガルー、そうそう、仲良くなれなかったやつね、懐かしい。結構前にもう亡くなっちゃったんだよね。今はね、ハッチの孫ぐらいかな、確か。うん、ランキングアップ8位です。ありがとうございます。キマティこんにちは、ありがとう。ケイタ君こんにちは、ありがとう。これね、船ボートも乗れるんやで。パンダボートとか、なんか普通のこういう王道なボートとかもある。おでん、うん、おでん、うん、おでん食べよう。いや、もうさっきの亀よかったね。さっきの亀はね、素晴らしかったね。あれはね、もう最善オタク。こんにちは、今度こんにちは、たつま当たってた？初見さん、モアザンさん、チャリできてありがとうございます。現在私は、イベント参加中です。まあ、一応ゆるイベなんですけども。カモ寝てたよ、カモ寝てた。かわいいね。そう、おでん売ってる。あのね、あの春夏秋冬も関係なく年中おでん売ってます。でね、ここのね、その須坂市の我流公園ってところはね、黒いおでんが有名でね、真っ黒おでん、そうそう、おでん食べちゃう。おでん、なんかすると、おでん、おでん食べちゃう。どこで食べよう。鯉の餌が、どうしよう、おでん食べちゃうか、どうしよう、食べちゃう。一皿6本、550円。何がある？黒、マジ黒いよね。じゃあ買ってきます。
すいません、おでん一皿お願いします。あ、はい、食べていきます。550。あ、お願いします。外で大丈夫です、はい、ありがとうございます。1000円でお願いします。はい、ありがとうございます。ちょいちょい、これってどうなってるの。いや、みんなちょっと待って、きれいに置こう、きれいに置いておきたい。めっちゃ黒いでしょ。これがね、我流公園のね、あの名物の真っ黒おでんなんだ。めっちゃ黒いのよ。なんかさっき多分みんなスープも見たと思うけど、スープがもう黒いのよ。ありがとうございます。食べちゃおう、食べちゃおう。全然ね、今ね人があんまりいなくてね、静かですよ。スクショしてみんな、お願い。取れた？取れた？私に送っといて、それスクショしたやつ。お店の名前が、お店の名前書いてないよ。お店の名前どこ？あ、小泉屋さんです。小泉屋さんでいただきます。小泉屋さんで真っ黒おでんいただきます。次の配信が夜の22時からです。お願いします。ちょっと撮れた、黒いただきます。うまっ。東郷、東郷ハートめっちゃ来てんじゃん。東郷ハートありがとう。はい、あーん、あち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 って、ケツにこんにゃく突っ込むぞって。そう、青空さんありがとうございます。長野の子ご演奏。うん、そしてケントくん、だるまありがとう。お尻にちくわ突っ込むぞありがとうだるま。ケントくん、そうおでん食べてるよね。サマス食べて、うまっ。ちょうどね今ね人が少ない時間帯でね、全然いない。コンタくんいいよ、全然大丈夫。うん、めっちゃおいしい、ありがとう。やみちゃんこんにちは、ありがとうございます。私今ね須坂市の我流公園のね名物真っ黒おでん食べてます。まんちゃんチャリできた。うん、小泉屋さんの黒おでん
何流公園、我流公園って言うんだこれ。我流。かっこいいでしょ、我流公園ってめちゃくちゃ読み方。そしてこんにゃく。黒いな、マジで。ちょ、一回見てよ。超黒いの、やっぱ。こんにゃくかな。うん。お尻、そう、お尻。今日都勢と別派。私中山駒はね、長野県の伝道師なんですけど、長野県に今住んでて、普段ねライブに出ないメンバーなんですよ。そう、今年の2月からライブに出ない活動をしてて、代わりに何をやってるかっていうと、長野県にまたこう戻ってきて、地元のことをねより一層こう、なんだろう、皆さんに伝えるために SNS とか配信とか音を通じてね、そうそう、長野県の伝道師をしてるんですよ。だから普段はね、もう今年からねライブに出てないんです。全然 1,2 回しか出てない。そう、だからまた京都勢とも都内勢とも違う、なんだろう、新しいメンバーの形なんですよね。うん、うん、真っ黒だよね。でもこんにゃくうま。うん、こんなえん、こんなえん。こんなえんが。うん。やばいで。こんにゃくうま。こんにゃくうま。こんにゃくうま。面白いぐらいうまい。やりゅう。あ、ブーちゃんだるまありがとう。ブーちゃんのお尻に卵アタック。味超しみしみ。もうしみしみだね、本当に。うん、内藤さん、まーちゃん、まーちゃん、ヌートルフレフレもっとフレ。内藤さん、クリクリありがとう。内藤さん、内藤さんの、内藤さんのお尻の穴に卵何個入るかな。ご飯中だよ。うん、してもし失敗したみたいで3週目いけんとかってしょうがない。また夜にお願いします。味が濃いんですかね。今日は味濃い。そこまで見た目より濃くないかもしれない。もしかしたら見た目より全然ね、結構あさりしてる。なんでこんな黒いんだろうね。うん、昔からさ、私は我流公園よく来てるんだけど、幼い時からこんな感じ。あ、卵。そう、ライブ出てないんですよ。ね、私ね4期メンバーなんですけど、ナバナマリアと同じね代なんだけど、そうそう、5年間まあ都内でライブ活動みんなと一緒にねして、で今年になって、まあ、コロナの影響だけど、ほとんど結構なんか結構地元に帰れないことが多くなって、でそれが嫌で、私は、そうそう、だからなんか地元で、なんだろう、地元に根付いた活動をするためにこっちに来たって感じなのよ。そうそう、でこういう形のメンバーは結構初めてで、ライブに出ないでね。口内口内しみる。ありがとう、内藤さん、クリ。
白馬にいるの GTR。 白馬にいるのいいな GTR。 運転中に聞いてるんやが際どいラジオ。でも終わらせないで。どうですか、お尻におでん突っ込むのがブレイクコインからよ。夜の配信見れないのかしょうがない。この辺にこの辺にからしが。助けて、この辺にからしが。ああ死ぬかと思った、ああ死ぬかと思った。口内炎にからし塗ったのは初めてなんだけど。死ぬかと思った。みんなやめてね。いや美味しいのにね、痛いよ。涙流しながら食べてる。プリンお父さんありがとう、また来てくれてありがとう。プリンプリンプリン食べたい。プリンいいよね、定期的に食べたいもん。プリンねえ、我流公園の、ね、うまいよね。食べ方全然可愛くない。うん、なんてお耳するんだろうこれ。こんにちは、ふすきえさん。ちょ、お名前の読み方わかんなくてすいません。確かに今の方がちょっと夜の配信っぽい。本当からしは口内に効く。いや罰ゲームやばかったな今の、一人罰ゲーム。ケイズくん小判ありがとう。やっぱ今見えてる、見えてますか今。充電がないって言われた。あ、うま。美味しくてちょっと切れるやつ。現在私、ね、鈴鹿市の我流公園にねあるおでん屋さんでね、名物の黒おでんを食べてます。ちょっと待って、スカートの上に卵めっちゃこぼした。ちょっと待って。私めっちゃ卵こぼしてる。天罰。天罰下った私に。それでちくわ見て、真っ黒ちくわ。ちくわ先輩、ちくわ先輩こんな姿になっちゃって、かば焼きみたいなんか。うん、うまい。うんね、食べちゃうね、ついつい食べちゃうんだよね。大丈夫。卵入れたら産むぞって。やだ。平和だ、平和だ。やばいやばい、30分になっちゃった。というわけでお時間になりましたので、早いんですけど終わりにしたいと思います。確かに地高先輩に怒られちゃう。シーランペーって、おでんうま、おでんうま。というわけで皆さん、最後にまたスクショタイム。はい、
ありがとうございました。みんなありがとう。星投げギフトカウントありがとうございます。あのね、次の枠がね夜の22時です。お願いします。ありがとう。みんなごめんね。エイミンさんごめんね。サマさんありがとうって。いえいえ。白馬涼しい。なんかねこっちも涼しいけどなんかね湿ってる。なんか台風来るかか分からんけど、なんかね涼しいけど湿っとるね。また夜だけで皆さんお疲れでした。ありがとう来てくれて。クローデン美味しい。ありがとう。あ、さっきのスクショ載せてください。